ちょっと待って、ま、マオから可愛くちょっとお願いして。お願いします。落ちた。これあの2回、いや3回目にね、やっぱり繰り返して見たいなって思える作品だったら僕たちもすごい嬉しいですし、お願いします。よし来た。これ、自分、渡辺大輔が演じる、佐木義一という役は、そうですね、まあ友情というかそういう友達をすごく大事にしてみんなからこう慕われるというか、すごいカリスマ的存在っていうのももちろんあって、でいろんな顔を持ってる人物なんですけども、まあ、非常に自分と似てる部分もありまして、あ、なんか見習いたいなっていう部分もあったんで、なんか俺以外でもこういろんなことを学べる人物だと自分は思っています。はいはい、浜尾京介演じる葉山拓海は、まあ、内気な性格なんですけど、まあ、ギーと出会ってから徐々に性格が明るくなったりとかしてまあね、そうね。で、まあ、そうですね、何事にも素直でまっすぐとした考え持ってる子なのかなって思ってます。そうですね、あの、まあ、違う方でも共演してる、まあ、そっちの方がすごい長いっていうのもあるんですけどまあでもそっちで慣れてた分、なんかこういう映画で恋愛の対象となったとしてもそこまで変わることもなく変な意識もなく、でも自分としてはすごい逆に、接しやすい、まあ、あの浜尾くんなんで、なんだろう、緊張も何もせず普通に演じれましたね。まあいろいろ自分としても、まあ、ボーイズラブなんでいい経験をさせていただいたとか、まあ、そういう部分もあるんですけどまあでも本当、はいはい、よかったです。前回というか、まあ、渡辺君とはミュージカルでずっと一緒 ですごい仲良くて、でこの映画に臨んだんですけど、まあ2人のそのシーンはあんまりさっきも言った通り気にせずこう普通にできたんですけど、まあ個人のシーンだったりとかそういうところはまあ常に緊張感持ってしてましたね、演技を。逆に違うその役を演じた浜尾京介という人間が見れたっていう部分では、あ、こういうこともこの子ができるんだっていう発見はありますけど、根本的に、ね、僕もまあまあでしたね。僕もそうですね、前回の現場でも、まあ、常に一緒にいたんで、その今回の現場で知れたこととかはあんまりないですね。そのままの、まあ、普段から部長って呼んでるんですけどね、かなかったでしょ変わらなかったです、ね、そこまでね、はい。まあ、演じてる時はほら、まあ、違う違うね、人物だけど役、うん、さっきも言った通り違う役やってる姿もそこはまあすごいね見れたんですけど、特に部長として変わったことっていうのはあんまりないですね。まあ、普段、まあ、そのボンミュージカルの方で部長役なんで部長って言われてるんですけど、あの会社の部長とかじゃないすべて多分一生懸命全員がやったと思うので、うん、素敵な作品になってるのかなって思ってます。なんか最初からね、あのもうあのなんだろう、展開とかがすごいいろいろあって、うん、楽しい作品になってるんで、その急になんか静かに始まってとかなんか上がって静かにまたなってとかじゃなくて、次々にこういろいろなことが起こるんで、うん、その都度目を離さずにそこに注目して見ていただければ、あの時の意味はこうだったんだって後から分かったり発見で楽しかったりとか、そういう部分があるんで、その辺はぜひ劇場もしくは DVD の方でよろしくお願いします。てかもう逆に2回絶対見てくださいはい、今回たくみくんシリーズ第2弾ということで、虹色のガラス、まあ、2人以外でも一生懸命
全キャストで全スタッフさんで頑張りました、本当に今回、まあ、ボーイズラブということで、まあ、苦手な方とかもいらっしゃると思うんですけれども、今回友情が本当に大々的に前面にもう出てるので、その辺を注目してもらって、ぜひ、劇場に足を運んでいただければと思いますので、今すぐ電車に乗ってくださいとにかく今回ボーイズラブなんですけど、すごい友情関係が深い映画でもあり、すごい素敵な作品になってると思うので、今すぐ、ぜひ足を運んでください。劇場によろしくお願いします、絶対待ってますんでよろしくですな。なお願いします